しっかりシリーズ4回目をやっていこうと思います。で、まあ、今日の動画は、まあ、この動画を撮る前にやったことを、まあ、紹介して早めに終わろうかなと思ってます。で、今映ってるのは、今日、新たに作った、まあ、町というか、区画になります。で、まあ、こういう角度で見てるとよくわからないと思いますが、まあ、真上から見るとかなりとんでもない作り方をしています。まあ、これどうなってるかというと、まあ、実はここに高速道路があるんですけど、まあ、ちょっと隠れちゃっています。で、まあ、この高速道路と、川に囲まれたところに、まあ、それに沿って、まあ、道路をまず引いて、で、まあ、横に、まっすぐ道路を引き、何本か、引きました。で、その道路沿いに、まあ、住宅の、まあ、住宅と商業と産業の区画を、まあ、作りました。で、まあ、この街を作る前にですね、最近ずっと話していた、ゴミと遺体の問題ですね。まあ、それに関しては、モッドを入れて、対処しました。で、まあ、なんでそんなに探すのに時間がかかったのかって思ったんですけども、まあ、ゴミ収集とか遺体収集の問題ってのは、まあ、シティーズスカイラインが、まあ、初めて、出てきたときに、多分みんなが、問題視したと思います。で、まあそれは多分数年前の話なので、もう今となってはそんなことで誰も騒いではいない。もう定番のモッドがあって、みんなそれを入れてるので、もう誰もそんなことで騒いではいないと。なので、まあ今となっては、もう、例えば Google 検索してもそんな話がすぐに引っかかっては来ないのかなと。多分ネット上にはいろいろ書かれてると思うんですが、まあそれが、もう、誰も問題視してないようなもん、状態になっているので、まあ、今さら探すのはかなり苦労するのかな、というふうに、思いました。で、まあ、私が入れたのはこのモッドですね。まあ、死者とゴミに関しては、まあ、処理しなくていいようなオプションを指定しています。
で、まあ、それをやった、まあ、これを入れたので、まあ、火葬場と、それからゴミ処理場はすべて撤去しました。で、まあ、特に、墓地とゴミ置き場ですね。で、まあ、これは空にしないと撤去はできないんですけども、その、まあ、どちらも同じなんですけども、それを空にするときには、ゴミ収集車や霊柩車が、ものすごくたくさん出てくる。で、ゴミ置き場から、ゴミ処理場に、収集車がものすごい数出てきて、それを処理してる。で、それは、墓地に関しても同じで、すごい数の霊柩車が出てきて、火葬場に運んでる。なので、まあ、そういう時にはいっぱい出てくるんだけど、それにゴミを集めたり、遺体を集めたりするときはちっとも出てこない。っていうのをすごく不思議に感じました。まあ、今となってはもう気にならない問題なんですけども。それから、鉄道にかなりお金を食われていたということで、鉄道を地下鉄に変えました。で、地下鉄の路線ですが、まあ、鉄道の駅を取り払って、そこに、まあ、地上の駅を代わりに置きました。で、まあ、こんな感じになってます。まあ、一応、駅のあるところをぐるっと結ぶような風に線路を、地上の線路を引きます。なので、地下鉄ですが、地上を走ってます。もうこれ地下鉄ですね。で、鉄道の方は、貨物は走らせたままにしています。まあ、それで、まあ、ゴミと遺体の問題がなくなったので、まあ、これ以上広げるの嫌になったって以前話したところも、住宅や、商業の区画で、まあ、ほぼ埋めました。まだちょっとは空いてるかもしれませんが、この辺りですね。この辺りは、まだもうちょっと、区画を設定できるとは思うんですけども、
で、今日作った新しいところなんですが、これですね。まあ、こんな風に横に長く、まあ横というか、こんな風に長く道路を引っ張って、まあこの途中に交差点がない、ない道路なので、まあこっち側から、入って、こっち側から出てくるような、そういう一方通行にしています。で、まあその関係で、こっちですね。こっち側から、こういう風に流れる。この左から右に流れるように一方通行にしています。で、まあ、そうした場合に、この右側の道路を、例えば高速道路につなぐと、もう必ず、高速道路が渋滞したり、あるいはその、高速に入る前の部分が渋滞するので、まあ、高速に入らずに、もう一回戻る、この道路を、作りました。そしたらこれがものすごい渋滞をしましたということで、まあこの区画の周りにたくさん道路を作って、まあこの道路がかなり渋滞してたんですけども、まあそれはほぼ解消できました。まあというか、この道路は別に渋滞しても構わないんですけど、これの渋滞を解消するために、まあこの区画の周りにすごくたくさん道路を引っ張りました。まあ、この辺なんてインターチェンジみたいな感じになっちゃってると思います。で、まあ最後の方にこの道路を作ったんです。うん、ここはもう使われないかもしれないかなと。まあほとんどこの道を通る車はありません。まあただ、この内側にあるこの道が渋滞した場合はこっちに、まあ、逃がすことができるので、まあこの道路は、まあ、ほとんど車は走りませんが、このまま残そうと思います。で、まあ、この区画はまだ、レベルが上がりきっていないので、まあ、まだ少しずつ人口は増えていくと思います。この濃い緑色のところは住宅なんですが、
これはレベルが5になると真っ黒になるので、まあ、そういう意味で言うとまだここは人口増加中だと思います。で、まあ、ここには、バスを走らせていないので、よーく見ると、歩道を人がいっぱい歩いてます。なので、本当はバスを走らせたいんですが、まあ、バスを走らせるとまた、せっかく対処した、この道ですね。この道はまたおそらくバスで渋滞するんじゃないかと思います。なので、バスをどう走らせるかは、少し考えないといけないかなと思ってます。まあ、今後も、まあ、持続可能な街っていうことはもう意識しなくてもよくなったんで、まあ、こういうふうな、まあ、これもそうなんですけど、まあ、一度に、たくさん人口が増えそうな区画を、いくつか、作っていくことになると思います。で、まあ、今回なぜこんな風に作ったかというと、今まではこういう風に碁盤の目のように道路を引いてました。なので、ちょっと違うことをしてみたかっただけです。ただまあ、こういうやり方の方が、まあ、渋滞は少ないかなというか、まあ、仮に渋滞しても、こういうやり方ほど、その渋滞の対処が、大変にはならない。かなと思います。ただ、この引き方は、ここもバスを走らせると、バスが渋滞してしまうので、まあ、それで今回、まあ、こういった道路の引き方をして、バスがどのように走るかは一度見てみたいなと思ってます。ここにも昨日話したような、一方通行の、6車線道路を、まあ、多用しているというかもう全部そういう道路にほとんどの道路がその一方通行6車線の道路になっています。
まあ、その道路を使うと、まあ、周りに家を建てたり、できるので、まあ、高速道路とか、ランプウェイより使い勝手がいいなと思ってます。まあ、ただ、モッドを入れてないと、制限速度を140キロにしたりですね。あるいは信号の付け外しとかはできないので、まあ、これは必需品になると思います。で、まあ、ここにバスを走らせたらどういうことになるかっていうのは、次回やりたいと思います。今日はこれで終わります。